リボンチャンネル。リボンチャンネル。リボンガールのさつきです。リボンガールのバービーです。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。コメントも待ってます。ということで、リボン3月号がこちらです。じゃーん。はい、ということでリボン3月号です。はい、うお。今回はこの表紙が6月のネバネタのももこちゃんっていうことで、ね、めっちゃ可愛くない？なんかマシュマロが入ってるかも、ね、もうバレンタインですね。他のね、キャラクターもみんな、うん、バレンタイン風の洋服着てたり、可愛いんですけど、エプロンしてたり、はい、今回なんとね、関東カラーでさよならミニスカートの57ページ。57ページ。いやー、バンビ好き？好き、よく読んでます。はい、そして今回別冊付録でリボンプチというものがありまして、プチ、こちらが12月号の予告カットグランプリの上位3作品が掲載されたものなんです。おお。ちょっと12月号の方確認してみましょうかね。はい。で、この中の乙女坂心先生のと双葉春先生のと、あと時坂あず先生の3作品が今回リボンプチに載ってるんです。おお、楽しみですね。はい、バンビはどれが好きですか？バンビは5番の双葉春先生の、うん、私は絶対歌わないっていうやつがすごい面白かったです。で、歌ってみたっていうのも題材で、ね、結構、うん、今 YouTube とかでもね、うん、歌ってみた系流行ってるんで、ね、きっと 見てる子も多いだろうから共感できるかも。私はね、もうね、この2作品どっちももう本当にブルブルくるっていうので絶対読んだ方がいいです。ということで、今月号の付録がこちら。じゃーん。はい、こちらが目指せオルちゃんスイートハートセットです。おー、これもうほんと可愛いよね。可愛い。私もこれめっちゃお気に入りなの。ということで、付録の内容、ウサポスよろしくお願いします。お願いします。リボン3月号の付録はスイートハートセット、ホワイトミルク、ハートミラー、トレンドガールの必須アイテムポス、ラブリーキッチン、スマホ型メモ帳、全部で40枚のボリュームサイズポス。ということで、早速使ってみたいと思います。はい、まずはこちらのホワイトミルク、ハートミラーです。いや、これ本当に可愛いよね、デザインが。可愛い。もうね、今韓国ではこの手に持つタイプの鏡が流行ってるらしいですよ。なんか持ちやすそうな太さですね、うん、これいいよね。おお、持ちやすい。あ、似合ってるよ。うそ、ほんとほんと。またね、このサイズ感がちょうどよくて、こうポーチとかにぴったりなんだよ。おお、ほんとだ。こうやって入れていい感じじゃないですか。覗いてたらね、ここからまた出しても超可愛くない？シャキン。可愛い。可愛い。で、これ絶対使ってるところでも可愛いよ。うんうん、ちょっとじゃあピンつけてみるよ。あ、ありがとう。見ててね、これで。うん、OK。どうどう、こんな感じで。可愛い、ありがとう。ハート型だ、大きいからね、すごい見やすい。確かにこれ見やすいよね。うん、使ってるところも可愛いよ、すごい。え、やった。はい、付録2つ目はラブリーキッチン、スマホ型メモ帳でーす。いや、めっちゃ可愛いこれ。めっちゃ可愛いな、うん、なんか、うん、キッチン、ラブリーキッチンだからすごいね、はい、見た目もね、ちょっと裏までスイーツとかね、クッキーとかいちごもあって、ドーナツもあって、めっちゃ可愛いですね。可愛いです。で、なんとね、このメモ帳、うん、完全スマホ型、確かになってて、スマホのケースみたいで、すごいマグネット付きで、いいね、これ絶対なくさないもんね。なくさないんです。はい、で、中身は、中身は、うん、中も柄があって、表紙はちょっとモノクロで大人っぽい柄になっています。いいね。でね、うん、いっぱい柄があって、うん、このレシピみたいな、ラブレシピ柄、ラブレシピ柄、かわいい。で、2つ目は、うん、スイーツ柄。いやー、かわいい。すごいね、このメモ帳、はい、なんとね、計40枚もあって、うん、大ボリュームなんです。大ボリュームなんです。かわいい。あ、ちょっと待って、バンビー、ごめんね、電話かかってきちゃった。ん、もしもし、お疲れ様です。はいはい、あ、ちょっと待ってください。あ、オッケーです。うん、はい、はい、あ、わかりました、ありがとうございます。お、ごめんね、ちょっと電話かかってきちゃって、でもこんな感じでね、うん、こう、とっさの時にもすぐメモできちゃうんで、ね、はい、今ちょっと土曜日渋谷って連絡来ました。ということで、3月号の付録紹介しました。紹介しました。はい、可愛いのでみんなもぜひゲットしてください。ゲットしてください。リボンチャンネル。バンビちゃん、はい、今月の発売の単行本がこちらでございます。
じゃーん、たくさんある、たくさん、7冊、はい、こちらです。じゃーん、こじこじの単行本が2巻、3巻同時発売です。イエーイ。僕も言ったけど、こじこじが大好きなんで、2巻、3巻同時でもうほんと嬉しいです。みんなも絶対読んでね、読んでね。はい、そしてバンビ、はい、こちらのフリア先生はあんちゃんのものの7巻、はい、7巻が発売します。ね、今回のこの7巻はね、ちょっと君島がね、もうめっちゃやばいんですよ。めっちゃもう押して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 くるんですよ。なんで、はい、君島推しの子は絶対に読んでください。ぜひ皆さんゲットしてください。してください。はい、他にもね、そういっぱいたくさんあるんで、ぜひゲットしてください。ぜひゲットしてください。そしてリボン3月号に掲載されている漫画は、なんとこちらのリボンチャンネルで漫画動画としても見ることができるんです。ということで、みんな絶対チェックしてね。チェックしてね。リボン3月号絶対ゲットしてください。ゲットしてください。バイバイ。バイバイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。ポシュ、チャンネル登録よろしく。ポシュ、グッドボタンやコメントも待ってる。ポシュ、リボンチャンネルは毎日更新中。これは毎日見るしかない。ポシュー、次の動画も見てねー。